だからミュートしますね。喋ってる時はあるマイクの感度をかなり上げてるんですよね。で、なので急にその状態でバンって叩かれるとでっかい音がこっちに来てちょっとびっくりするので、ちょっとそこだけ気をつけてください。で、ちょっとじゃあタムをちょっとチェックしたいのでこっちの12回もらっていいですか。あ、結構曲中であるような結構ちゃんと叩く感じで。そのマイクの先をちょっとコンコンって叩いてみてもらって、あ、合ってますね。はい。もう一回ちょっとタムポンってもらっていいですか。はい。ちょっとフロアください。もう一回もらっていいですか。はい。
ちょっと全体のリズムをちょっともらいたいです。ちょっとリズム、なんかビートでもらっていいですか。クリアこんな感じだから、スネアとかね、なんかちょっとピッチを自分たちのこの曲に関してとか、そうか、だからあそこチューニング別にあのどんどん変えてもらって構わないので。持ってないよね。持ってきてないです。 あるから大丈夫。大丈夫っす。なんかありますしないもんね。いつもしてない、わかんないし。あとね、気持ちタムとかね、強めに叩いた方がいいと思います、もうちょっと。 あんま出てこない。あんまり、やっぱりその辺が緩いと、あの原因っていうか、こう感度を上げるじゃないですか。そうすると当然他の音もいろいろ被ってくるので、あのボケやすくなってくるんですよ。じゃあすいません、じゃあこれでいきましょう。改めまして、クリック出ます。ではいきます。
時を迎える。またやれたって思いをきっと飲み込んで、めつめ込んだカバンはもう思いにまみれている。でもまた開けてくれるのを待ちわびてる。長さは人混みの中で大きすぎて迷惑がられた。矢のように前だけ見つめて走り続ける君、キラキラ汗が眩しくて僕は目を閉じた。やがて次の雫がピンと弾け飛んだ行き先、気にしていたのは君じゃなく僕の方だった。苦手な真夏の不等式、違ってる決まってるどんな台数入れても、答えは見つからないまま。おお、あの日もし同じくらいの熱量で似ていたとしたら、やがて二つの雫が頬を流れ落ちた。その時ガラス越し君はもういない。もう一度あのカバンを持って走り出した。この時ガラスに映る確認も含めて、はい。はい、っていう感じです。ちょっと早くしません？ダメ。気になったのは、どこだっけな、この辺の歌詞で結構ボーカルがかなり早口なところがあったから、そこテンポ上げて大丈夫かな。タラ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 みたいなところがありますよね。この辺だった。で、Dのとこか。そうそう、ここですね。うん、ここは結構早口だった気がする。そう。どうだった？苦手で苦手な真夏の不等式、違ってる決まってるどんな台数。ここがテンポ早くて大丈夫。歌は大丈夫ですけど、こっちの、まあギターがそういうことですね。でもギリギリです。まあライブでやってたもんね。遅い遅いって思いながらやってる感じです。すごくライブのせいですね。140ぐらいでどうすか。だクリックでやってみるし、そのクリックなしで。クリックなしはやめよう。やっぱりやります。クリックなし。あのクリックなしだと、ここがね、ちょっと危ないから。危ないですよね。そうか、そうですね。ここ、多分この曲のすごいかっこいいポイントだから、ここはきっちり決めたい。そうですね、合わせたいですね。うん、じゃあクリックを早めて、
140でありでって言いますか。140でもそんな変わんないんじゃない。うん、そうね、まあ、このぐらいのテンポだったらちょっと変わったかなぐらいかもしれない、うん、42? 結構あるから大丈夫ですよ、入ってもらってもいいですか、ね、じゃあよろしいですか。はい、じゃあ142でいってみます。でポイントとしては歌とかギターがこれは無理って判断したら止めましょう。はい、じゃあ100出してみます。ギターのローテーションが空襲を欺く差し伸べたのは僕じゃなく君の方だった。時代の調子もいつか引退の時を迎える。まだやれたって思いをきっと胸に込んで寝込んだカバンはもう埃にまみれている。でもまた消えてくれるのを待ちわびてる。くれないよ手を付けにした雨傘は人の中で大きすぎて迷惑かられた。矢のように前だけ君嫌い光る汗が試して僕は目を閉じた。やがて薄の雫がピンと弾け飛んだ行き先気にしていたのは君じゃなく僕の方だった。
はい、どうですか。いいかな。このぐらいのスピードはどうですか。弾いてみる。弾いてみます。違ってたらごめんなさい。1番終わって2番の A に行く手前のフィル、うん、なんかちょっと詰まってるような感じだけど、はい、詰まった上に A メロの最初のドドンがちょっと早かったんです。足が。あフィルもだけど入って A に入るところか。ズンチャン、ズンチャンのズンズンがちょっと早かったんです。あ、そうだからより走って聞こえます。あさすがですね。ちょっと気になっちゃった。うん、で最初あのクリックとずれて、あの帳尻合わせでなんかずれたのかなって思ったんだけど、どっちかなと思って。足のミスです。そうはい、あとあの、どこだろう。D かな。2学期、2学期、7のところで1回スネアが抜けた。抜けたかな。どこか確認したいと思います。ですね、あの D のところ、うんはいはい、あの早口になるところ、はい、聞いてみましょう。4月3月の真夏の沸騰方式違ってる決まってるどんな大か。弱いだけですね。抜けてはないですね。確かに弱いですね。すげえな、そんなとこまで聞いてるの。でなんかそこだけ音量上げれないですかね。あ、まあそういうのできるんですけど。そうか、そこだけ原因を上げて。お前、あれでやってると、うん、上げれるじゃないですか。うん、パソコンで作る方だと、うんね。ガレージバンド。あ、そう。まあできるじゃできるけど。もう一回聞きます。もう一回抜けてはいないです。抜けてはいない。はい。あの今の D のところ。はい。単純。あ、D。D ですね。はい。そうそう。4個目ですよね。4個目。4月で2月の真夏を沸騰方式違ってる決まってるどんな台数入れても沸騰方式かぶっちゃったからボーカルに負けたんですよ。例えばそこの頭からこれだけで聞くと、いるあいる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 やっぱり木が強いですよ。あそうボーカルとかぶってじゃあ歌をポンちゃんで取ればまた違ってくるか、うん、まあでもここちょっとスネアが全体的にちょっと弱い感じあそんなの分かるんですか。なあ例えばちょっと波形で、まあ、まあ、波形だけとも言えないけれども、まあ、ちょっとこう他とのバランスとかここなんかは特に早口だからそのリズムは多分タイトル入れた方がキレが良くはなるから、はい、あと、うん、あとここねここインターの後半はやっぱり もうちょっとなんかこうパキッといくところがあるから。あそうですね。今そこのところがそこだけ聞いてみます、うん、この頭からまずあドラムとベースとギターでもそうでもなかったか最後だけ合いましたなんかね、うん、まあ最後、うん、ドラムがもたついたぐらいですね。だからこの四分の二のダダっていうのがちょっとこう強調されるとかっこいいですよね。ダダ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 ダっていうのが今だと単ダダ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 ダアレンジ的なもんですね。ちょっとそこにこうあの無理にここやらなくてもいいと思うんですけど、なんかちょっとこうなんかタタタっていう感じだったけど、あでもタタタかダダじゃないのか。ドラマタッタッタだったりタカタカタンとか
ちょっと変えてます。バリエーションを。ああ、ここのリズムはだからみんなユニゾンで綺麗に揃えた方が。チャ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 タタタって綺麗に。タタタにします。それともちょっと変え。でも変えてましたよね、デモのやつも。デモはあれ。お任せのお任せなんかあんだ AI だからそうですね、バリエーションはちょっと欲しいかな。ここの自分のリズムパターンはみんな揃えた方がいいかな今でも1回目と2回目は揃ってるかな。1回目はダーダーダーだけど2回目は3回目がなんかちょっとなんかウニャウニャってなった感じがしたけど、3回目がなんか1回目はタタタだけど2回目はチャチャチャなんかちょっと跳ねてくる、うんうんうん、3回目がちょっとなんか微妙違う感じがしたから1回目のドラムだけ変えます。もう一回ったにしようかな、うん、最後だから特に最後は揃えた方がいい、うん、3回目だけだったったにします。1と同じ2だけだった方もだった方もスタン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 ス2だけそれあとはタンスタンスタンスタッタッタ1と3をだったったにします。そこはなんかコッコってくるかそうすると2回目がずれるから。今だと全部一緒じゃないですか。1、2、3。あのギター、ベースも一緒ですよね、多分。じゃあもう、リズム全部それに統一した方がいいじゃん。そうするとちょっとなんか、単調な感じ。ひねり欲しいんですよね。逆にもうギターとベースは完全に同じ でドラムのパターンを変えてちょっと動きが だとしたらそこの自分の意味のところはあんまりリズムを強調しないでやるといいかもしれないですね。あじゃんじゃんすじゃらららざんそうそうドラムだけ変えの方がそこでこうなんかリズムを作るとドラムとのズレが見えちゃうから、なんかちょっと緩めにしとけば、うん、か、もう思い切ってジャースジャースジャーってとで、ドラムだけそこ抜ける感じ。おそしたらドラムソロみたいに短いドラムソロみたいに好きなようにはできる。じゃんだけはっきり弾いてじゃんじゃんじゃんは、うん、そこはちょっと緩めにしとけばドラムがちょっとリズム作ってもそうですね、そっちに目がみんな行ってくれるから。それぞれになんかリズムを作ろうとしたのがなんか噛み合わない感じが。もう一回だけやりますか。そうしましょうか。はい。で、もう終わり。もうなんかね。という気持ちで。もう無理。なんかやればやるほど気になってきちゃうんですよね。じゃあ、はい、行ってみましょうか。ではクリック出ます。はい、行きます。はい。Yeah.
ると流れ落ちたその時手を差し伸べたのは僕じゃない聞いてみるもいいし、もうこのままもう一回やっちゃってみるのもいいし。ちょっとさっきの方がいいかな。一個前の方が。なんかね、揃わなかった感がある。どうしよう。続けてもう一回やってみる。あ、1個前のやつで、1個前でじゃあ気になったところをちょっと補修してみるか。じゃあテイクは1個前のやつにして、直すっていうのは取り直すっていうんですかね、そこの部分的にか。まあちょっとうまくいってるところをピョッと持ってくるとかっていうのもあるし、例えばさっき言ったあのそのデイのところがスネアがちょっと弱い感じがしたのが、今のはそこはこっちの方が良かったって言うんだったら、あこっちのに変えちゃう。
まあ、どちらにせよその何だろう、もう一回やるかやらないんであって、もうさっきのテイクをベースにするんだったら、さっきのテイクをもう一回聞いて気になるところをちょっとチェックして、どうにもならんってなったらそこだけ取るかとかっていう感じかな。もうワンテイクをまずやるかと。無心になってもう一回やってみる。もう一回やる。もうでも次が限界です。じゃあもう最後の最後。最後の最後で、はい。じゃあ最後に。汗が眩しくて
はい。どうです？2個前かな。そこは揺るがない。まあこれも結構良かったような気がしたけど。あ、さっきよりは。うん。聞いてみる。うん。じゃあもうこれか2個前か。そうですね。まだですよベース。まあでもベースはこれで OK が取ればあとリアルだから。ドラムがこれ OK だったらちょっとこうベースも聴いてもらって。まあ、お前だったら俺全部やりなさいけど。あのそう弾き直し全部弾き直すとかポイントだけやり直すとかで。疲れた。もう次はないですね。もうなんかどん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 あれ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 ってなるんで。今のでいい。今の聴いても、うん、そうですね。うん、まあ、全部というよりは C メロぐらいからでいいんじゃないですか。うん、もう頭効かない。あ、じゃあ頭から。はい。どう？確かに個人的には2個前の方かな。うん、なるほど。なんかちょっと大人な感じが。あ、大人な感じ。なんかバタバタしてます。後半になるんですよ。ただあそこのなんだっけ、デーからインターの部分は最後のテイクの方がいいかな。あ、そうですね。それもありますね。最後のやつの方がミスタッチは少なくですけど、うんうんうん、パリッとした感じはかな。でその B メロあたりでちょっと走ったやつをサビで戻したような、うんうん、あのリズムの揺らぎっていうか、気持ちにグルーブじゃない方のリズムの揺らぎがあるような気がして、はい、ひょっとしたらこれ今のベーシックを何言ってんのベーシックをこれにしてここのあのタラ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 のちょっとメロが細かくなるところからここの決めのところのここの部分だけを最後に取っていくように変えちゃう、うん、の方がいいかもな、うん、ここほらちょっとスネアが多分最後のテイクの方がちょっとパリッとしてるんで、でここの割りの切れもやっぱりその後に3、4でちょっと少し意識してやったからこっちの方がそうって最後のテイク の, そのデーのところ、うん、ちょっとなんか違うところなんか音量かな、ちょ2小節目ぐらいがちょっと弱かったような気がしたんですけど、4テイク目の、最後のテイクのデーのここちょっとじゃこの2つ前から出して、ちょっと落ちてますね。ちなみに2テイク目は4テイクほどではないけど、多分ここで少し下がるのが癖なのかもしれないです。なんで音量が少ないってことですよね。ちなみに3テイク目です。3テイク目のここよかった。ここはこっちの3テイク目が一番元気が良かった。そうですね。ここはこの辺はどうだ、この辺はこの辺は4の方がいいのかな。4の方が良かったですね。4のここって聞いてみる。ここのここから聞いてみましょう。はい、テイク目の方がかっこいい。じゃあ D を3テイク目で、ここのこの部分を4、インターを4にして基本は2、
が良さそうな2の 2番の頭は気になるんですか。2番の頭、はい、2回目の A メロの手前のフィルがちょっと詰まった感じ。ちょっと詰まった感じ、ね、ちょっと2つ前から聞いてみると、だよあもうね、この4はあ危険さがそうだよって感じですよね。まあ、比べるとね、3が意外とポイントがいいですね。ダイオン上昇に使う3も綺麗ですね。どっちか3、4、まあでも2はちょっと確かにちょっと詰まった感じあるから、スピンナルだったら3か4で持ってきちゃう。その一小節だけって感じですよね、うん、そのフィルのとこだけ。フィルもだけど、その次の1小節が2の時はバスドラが走っちゃったんですよね。ドドッとドドッと最初のドドッがちっちゃくて、ちょっとなんかドタバタしちゃう、うん、3音ダイオン調子もいつか3の方があるんです。そうですね、3の方がいいかな、うん、4はドゥンってちょっとうるさいですね。じゃあ A シンクロに持ちして、そんなんできるんだで、まず2番の A の戻か帰るところを3をまず持っていきます。エンジニアの、そうですね、ここからはもうエンジニアの仕事、僕らの入ったところですね。で、入って1小節目も3でいいですよね。そうだね、3、3で一小節が変じゃない、1小節ぐらいでいいかな。はい、1小節で、そうすると、どうだった大の調子もいつか引退。大丈夫ね、全然良かった全然できるんですね。ちゃんとそうやって叩いてるプレイしてるからって。なるほど、なるほど、さすがですね。毎回のように変える人とか、こういう時困る。さっきライド言ってたのに違うじゃんってなっちゃうから。あ、でいいっすね。あとないっすか。あと D のところ、そうか、この部分を D を丸々 3? 3そうか、で次を丸々 4かな、うん、3が、もっと違和感あると思いました。ドラムは切り張りしたら、あの一番のポイントはシンバルかな。あのシンバルの、あ、響きが、こう響きがそこで急にシュンって下がっちゃったり、プッて切れちゃったりとかすると、で、インターのところが4、ブレイクまで持っていきます。ちょっと前に見たらもう限界シンバルの叩いた強さが違うから、ああの、こういう風になるんですよね、違うとね。
流れでいくとそんなに、もっとこの B あ D か D のちょっと4つ前ぐらいからこう聞くとこうここで切り替わって切り替わってここでまた2に戻る。はい。ちなみにベースとギターと歌もそのテイクにちょいは入れ替えてる。あ、うん、これはこっちだったな。こっちだ。でも、いつじゃない？そうですよね。どうだった？切り替えのベースはかっこいいですね。あれは残したいですね。最後のフューンって言ってそこだけなんかデバッグになかった思いました。なんか今度ライブの時はさ一番ね、入るのがあったけど、このテープだけ入ってたね。へぇ、切り抜いちゃったですね。やばいね。じゃあドラムは OK ですね。ありがとうございます。で、一応ね、念のためにあのワンショットって言ってあのタムだけとシンバルをちょっとあの単品でちょっと一応もらっていて、なるほど、なんかちょっと付け足したい時にね、使わないケースも多いんだけど、在庫として在庫としてね、なんか途中あのタムが あんまりうまくなってないところがな、この時はなってるんだけどミックスしてたらちょっともうちょっとあれだなと思った時にちょっと付け足したりするケースがたまにあるので、一応それだけもらって、終了。はい、なのでこちらから言うので、はい、ベーンとかで。そしたら、スナッピーをまずちょっと外してもらって。でまず、こっちの12をください。で、強めでドーンってもらって、で、こっち手上げとくので、はいって言ったらまた2発ぐらいもらって、はい。はい、じゃ今度フロアいきます。はい。はい、もうちょっと強めのもの。さらに強めてもらいます。はい、それもう一発ください。はい、はい、ありがとうございます。で、今度シンバルのこっち16のやつ、それをください。はい。はい、じゃあ今度18の方ください。あ、18こっちですね。強めのもらっていいですか。はい、はい、やっぱ16もちょっと強めの一発ください。はい、はい、じゃあ今度両方のやつを、もうちょい強めの、はい、ありがとうございます。
疲れ様でございました。よし。なんか中で撮ったりするのかな。この後もう、多分ギター、はい、ギターとかを取るから、どちらにせよ、まあ一回バラしちゃうから、Thank you.